ただいま準備中です。お待ちください。準備中です。お待ちください。あ、大山さんこんにちは。あー、頭痛か。大丈夫かな。来てもお大事に、無理なさらず、もうしばらくお待ちください。よいしょ。しばしお待ちを。ニコさんこんにちは。来てくれてありがとう。高評価いつもありがとう。ということで、なんと今日はね、私午後からね、午後休取ってまして、病院の通院があるんでね、ちょっと時間があるんでね、まさかの昼配信やっていきたいと思います。よろしくお願いします。リコさん早速タバコマークあるね。黙々行こうか。高評価早速3も押してくれてありがとう。ということで、前回ね、入学式終わりましたが、春辰則さん、あんまり注目してませんでしたけど、なんだかんだいい成績、最後の夏なんで、ね、頑張っていきたいなと思います。まあ、特能もシンプルイズベストかな。はい、裏も強心は一応ついてるんでね、はい、いいんじゃないかな。で、あとはキム・タクヤね、3年生では。ここはね、でもキャッチャーで被らしてるんで、世界大会は若大将と、宇都宮ね、若大将と宇都宮と、クロマティを行かせる予定で、オーダーはこんな感じ。藤波さんまだ真っ赤っかやけどね、一応2つは消えたわ。早急10は消えてないで、市川由衣ちゃんが1番、流しチャンスメーカー盗塁を入れました。で、2番に丸ちゃんね、5割で、3番にキムタクで、4番、クロマティ期待してるんだけどね、ちょっと世界大会の兼ね合い上、本を5冊も全部ぶち込みました。はい、早急と盗塁にぶち込んだかな、最後2冊で、5番ドルチェで、6番に若大将ねで、7番義母くんで、8番に岡本ね、大山さんのパー飛行格いいやつにしてます。はい、で、宇都宮ですけど、星の関係上本を2冊使いました。投手と玉持ち入れて、低め入れて、クロスファイアがね、特訓マスでついたんで、まあなんか見れる形になってきましたね、なんだかんだね。ちょっと星の兼ね合いでね、どうしてもこの堀内さんが強いんで、世界大会は若大将と、クロマティと宇都宮さんを行かせる予定ですね。さあやっていきましょう。あ、岡本和真違った。ジャガイモさんだったらごめんなさいね、大山さん。ジャガイモさんだったらすいません。神主打法に変えてます。ということで、県大会1回戦からね、やっていきたいと思います。4を引いたんで、表、裏、表かな。よろしくお願いします、本日も。ぼちぼちやっていこう、ゆっくり。ま、いきなり1回戦塩美味しいね。あ、やる気見てなかった。これ宇都宮ね。あー、やる気がやっぱり下がってる。カリュウさんこんにちは、来てくれてありがとう。初戦しでかいね、県大会で。
ゆっくりのんびりやっていきましょう、昼間なんでね。そう、藤波一応サポジつけた、サポジつけないとね、送球が消えないから。今ロール遅かったな。はい、いきなり3点、いいね、いきなり3点取っていく。 D 回、 D 回ね、藤波ちゃん一応速球終わらしとこうかな。先に一応低めもしとく、しとこうか。まさかがあるかもしれないね。低め1回、まさかがあるかもしれない。あ、低め取ったんやった。低め取ったんやった、忘れてた。速球速球、今速球でしたっけ。もういいわ。いや緩急でいい。リコさん、ちなみに私のチームで唯一天才投手、大会では使えませんが、総編32、アウトプロ4列。お、いいね、リコさん。リコさんね、もし大会出場したんやったら、その辺はね、融通利かすよ。総編35行って、35以上行ってない天才やったらいいですよ。ぶっちゃけ。ぶっちゃけいいよ。総編35歳行ってなければいい。普通天才やったら行くんだよね。早瀬さん、こんにちは、来てくれてありがとう。横浜交流戦優勝、そうだね、おめでとう。早瀬さん野球ネタ好きね。カズマ使う、阿部ヒカ違うな、お前強振です、転がせ、分かってるですよね。カズマいいぞ、落合さんに憧れてます。宇都宮使う、宇都宮はねシングルです。カズマ走れんかな、走れそうだね。クイック C か一丁前に、いや走れる、絶対走れる。へい、こういう総力経験値の積み重ねですからね、お任せで。巨人よかったね、まあ、巨人もやっと打線がね固まってきたってとこかな。ゆいちゃん、阿部日に頼ろうか。ジングル、あー打てんか。まだちょっと1年生はきついね。まあ1番で起用してますが、これ2アウトか。原達さん、カード渋いなこれ。いやー、セーフティーとかしたくないよね、わからないでしょ。勝ち込も流すわ。シロさん、こんにちは。あー、シロさん、そう、残念。いるいるいる、ベンチにいるよ、ちゃんと。うちわいたち顔似てる、似てる。基礎値素晴らしいんだけどね、他の子たちに比べると基礎値はいいんだけど、上側も優秀やし、わからないでしょ。よし、この通り、最後の夏だもんな。ゴンヌ30本は打とうな、わからないでしょ。ナイスバッティ、いいでしょ。俺の采配勝ちだね。ちょっと攻撃、クロマティ、あークロマティもこれ任せます。腰痛くないか、やれよ。あー、まあナイスバッティ、いいでしょう。もうダッシュね、クロマティナイス。もうクロマティ期待してんだけどね、ドルチェね。走る、ドルチェ、カード渋いの使おう。変わらず、いやーこれもう転がせる絶対。ですよね、
ないバッチないバッチ。さあ原さん、あら使いどころ、はい。さあこの回終わらんぞ。あーたっさん行くか、ナイスバッティー、2打席連発スリーラン、ゴンヌゴンヌ、ナイスバッティー、素晴らしい。もう30本余裕でいくよな。おカズマゴンヌナイス、画面外ゴンヌ打ったね。カズマ初ホームランいいね。あーゆいちゃんちょっとシングル打とうか、頑張ろう。宇都宮走れない、落ちる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 、ゆいちゃんないわっち、まるちゃんノーヒット、打率下がってんな。シングル、一時期6割あったのにね。まだ、あ、ナイスバッティーいいでしょう、1本打てばいいんだよ。初戦からいいですね、打ててますね、打ててます。ピッチャー交代、キムタク、超ファイ使う、うーんシングルですかね、うんですよね、キムタクナイス。いやいやもう5割キープしてればいい、5割キープしてれば。あーこれ自由に打たせる、クロマティもファイト使おうか、いける、クロマティ、あーちょっと詰まってますねこれ、犠牲フライかな。何やってんだ土田お前は、何やってんの、まあ、犠牲フライですね。ドルチェ、これも自由に打たせよう。あら取る、ダッツァンやっちゃおうか、3打席連発やろう、タッチャー、あら詰まってる、あ走ろうか、うん、いやここ打てないか、まあいいでしょう、まあまあいいでしょう、まあいいでしょう。さあ義母くん頑張れよ、レギュラー勝ち取った義母、もう何やってんだって、弾こう、うん、ヒット扱いラッキー。さあカズマ、何やってんだサードは、あーまず、あリコさん行ってらっしゃい、お仕事行ってらっしゃい。カズマ打てないか、終わったかな、うん、オッケーオッケー、十分稼いだね、10点10点宇都宮速球で、これでワンアウトランナーはありません、速球速球、いや大丈夫でしょ、あ義母くんうまいよ、 OK 義母くん上手、うーん近いちゃう、まあここは雑なタイム10点も上げないといけないんで、お付き合いを、うん、オリックスの義母くんですわ、シロさん頑張ってる頑張ってる、まあ、途中からレギュラーだけどね、レギュラーに入れざるを得なかった入れざるを得なかっただけ。あ杉本なんか見たことあんなお前、違うか、ここはねもう絶対に10点あげないといけないので、もう 1,2 年生を育てるためにはしょうがない、
栄冠ナインは絶対コールド調整はしないといけません。あと6点か、長いですね。まあこの時間なんでね、もう誰も来ないかなと思いましたが、来てくれて嬉しいです。よし、あと3点。もうほんとこれ申告敬遠作ってほしいね。もうね、ラスト、うん、お付き合いすいませんね、コールド調整必要なんで。まあ、他力本願でも優勝は優勝でしょう。素晴らしい素晴らしい。宇都宮からか、どうしようかな、この回めちゃんこ打ちたいけんね。宇都宮からか、まあ打たせるか、抜ける、 OK、 よく打った。さあゆいちゃん、シングルでいい、頑張れ1年。よし OK、シングルナイス。まるちゃん、よっしゃ行こうか、勝ち込むか、ラインドライバー広角打法流し打ち発動。まるちゃんナイスバッティング、そうチホームラン、ゴン、ごちそうさまです、素晴らしい。キムタク出る、走る、牽制すなって、3投いけんかな、これなんかいけるような感じあったよね、クイックシーカー、これはシングルですね。いやージュリー打たせよ、待って、やっちゃえ、超える、どう、超えない、超えないのね。うーん、ドルチェ、まあ、これ阿部に耐えるか、ナイスバッティ、さあタッツァン走る、カードを変える、あーこれはもうシングルですね、しょうがない、ナイスバッティ、これはしょうがないね。セリーグ交流戦、巨人ヤクルトについて3球、あそうなのかね、そうなのかね、義母くん、これ代打でもいいけどね、まあ打たせるか、頑張ろう、いや代打行こうか、義母くん、直樹行こう、ピンチヒッター、代打成績10割、10割の男、直樹10割キープですね、素晴らしい。さあカズマ、もう牽制すなって、走るんだからもうどう考えても、あカズマきつい、代打、うーん行こうか、シロさん、イタッチャ、うーん、まあこれもセンターに頼ろうか、イタッチャ、初ヒットなる、三振、まあいいでしょういいでしょう、経験、まあ打つにも打てないですかね、しょうがない、これしょうがないね。
グラッて出して、どんまい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 、けい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 け、けい、はい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 、まだ遊べるから、まだ遊べるから9回にたっぷり取ろう。ここはね6点ですね、あ違う5点ですね、5点ですね、グラッテンに投げさせて、グラッテンとか知ってる人いないでしょうね。うん、高評価4押してくれた人ありがとう。大山さん学生なの知ってんの？乱闘起こしたこともあるけどね、ぶん殴りに行ってリアルタイムで知ってるわ俺は。バッサーの構え嫌いなんだよね。表裏表だったと思う、4やったから。あそうか、 YouTube があるからね、何でもすぐ出てくるよね、確かに。よし、ゆいちゃんよく出た、素晴らしい。ゆいちゃん走れるでしょこれ、走ろう。もう牽制すなって、走るんだから動画を見ても、動画張っても走るんだから、転がせ、まるちゃん転がさないやつ、ナイスバッティ、2打席連発、打とう、よし、キムタク出る、キムタク出る、走る、クロマティ行こうか。俺キムタクダイソー、ショート守れるのいる、クルーズが一応守れるか、出しとくかな、うん、出しとこう、やれ、ナイスバッティングでしょ。さあドルチェ、だからもういちいち牽制すなって、走られるんだから。ダイソーラスカーもこう、ああでも外野守れるのいないのか、やれドルチェ、うわ正面か、ドルチェがホームラン打てないんだよね。タッツさん、ミスタースリーラン行こうか、3本目のスリーラン、やれよ、もう藤波出しとこう、いらない、タッツさん、ナイスバッティング、3本目のスリーランは確定ゴール、沼を持つ気持ち、 MKMKMK 何打点かな、10打点かな、勝ち込んでいく。いやー分からないでしょ、エンジンかかってきたな、ここに来て余裕の30本到達じゃないこれ、グッバイ。吉川尚輝出る、何打点わからないでしょ、12打点、30本到達してるやん、素晴らしい、よくやってんね、グラッテン代打、あら持ってきちゃった、終わらんねこの回、直樹走ろうか、
や、わからない人よう打ってんな。これ送りバント一人。あ、これフォアボールある。あー、ないか。フォアボールね、オッケー。内海変えてーな、もう。イカルガかな。小山さん、ありがとう。ガンのありがとう。超えろ。いや、終わる。エラーね。オッケーオッケー。ゆいちゃん、うわー、これ流し打ち打たせよう。はじけ、セーフ、オッケー。まだ遊べる。藤波がおるけんね。まるちゃんはね、ジル打たせる。はい、まるちゃん、カップ麺、ナイスバッティ、いいでしょう。いいですよ、いいですよ、いいですよ。クルーズ、次藤波やもんな。あ、ピッチャー藤波残しとかないからな。クルーズ打てない、代打。もういい、ショート守れなくていい。あー、これ渋いな、カード怖そう。よし、エラーでしょ、ヒット、エラーね、はいはいはい。まあまあまあ、30点いきましたね。藤波帰れないから、藤波最後投げさせないかんわ。赤とこまみれ、一応弾道にいいやからな。ミーとジーって、頑張れ藤波。初打席、内野ゴロですね。あ、ラッキーラッキーラッキー。まだ遊べる、まだ遊べる。記録はショートのエラー、ショートのエラーです。ドルチェシングル、もうホームラン打てるきせん。ドルチェナイスタッチ。いやー、これ何点取れるかな。1試合目からちょっと時間かかりますね、これしょうがないね。さあ、タッサン、これは転がすやな、しょうがない。ナイス、あ、取る。今のよう取ったな、相手。さあ、打率10割の男ナオキ、三振ね。初めてアウトになっちゃった。いかがだそう。あ、ピッチャーおったか、なるほど。ショートは守れるのに、あ、一応原さん守れるのね。あー、なんとかなるわ。あー、なるほど。イカルガちゃんも出そうか。ちょっと直江くん出して、一応投げさせましょう。直江くん。よし、藤波の登場だ。藤波頑張れよ。藤波やれよ。ゆいちゃん頑張れよ。打たれるねおいおい、まあ、足引っ張んな藤波の。藤波頑張ってんだから、初登板ね、頑張ろうな。おいおい、こんな弱いチームにホームラン打たれるか、お前。何やってんだよ、もう。まあ、一応4番ね。弾道4にホームラン打たれました。
まあ、ワンアウトも取れてないぞ、まだ。防御率なんぼだ藤波。54.0。鮮烈デビューやな、これ。はい、お疲れさんでした。まあまあよく打てましたね。30アンダーは打てたかな。32アンダー、十分でしょう。ホームランは6本か。うん、いいですね。信頼度爆上がり、何にもつかないね。うん、いいでしょう。ちょっと待って、原さんがね、守備上がったら変えるわ。素振りで。真面目を早速引いていく。素晴らしい。私、福岡に住んで40年以上、ずっと真面目です。その通り。いやー、すぐ引いちゃう。これ何使おうかな。真面目引いちゃった。うつみどう？あー、コントロールいっとってもいいね。また当ていこうかな、これ、よし、行こう。また当てていきます。癒しでもいいけどな。癒しいっとくか。うん、癒しいっとこう。癒しにしよう。みんなの野球。あー、これちょっと悩みどころやね。ドルチェアンドいくか。裏付けたいしね。ドルチェいきます。ドルチェ1番でいくわ。ゆいちゃん3番で頑張ろうね。あー、こうやな。いいでしょう。お待たせいたしました。やっぱり平日の昼間は少ないですな。大山さんは頭痛は大丈夫なのか。お、魔物持ってきてんね。相手弱そう。あ、 C ね、一応これセーフティーいきます。はい、セーフ。余裕のセーフ。ナイス、クロマティ画面外。いいね。お、やっぱね、表裏表だね。4やったもん。表表表は8しかないけんね、しょうがないよね。ドルチェちょっと6本目いこうぜ。アーティスト持ってんだから、やれ。勝ち込んでいい。行きますかね。ドルチェのゴーン、いいでしょう。ナイスバッティング。まあ、 お薬飲んで寝た方がいいからね。すぐ治る。痛くなったらを飲めばすぐ治る。薬使おう。いやー、これ引っ張り違うもんな。よし、阿部に頼ろう。いやー、正面か。よいしょ。さあ、ドルチェ。ここはシングルやね。抜ける。えい。そう、痛くなったらメルセデス。そう、巨人からロッテに行きました。なんで巨人メルセデス出したかな。わからんね、巨人ファンとしても。うん、決めたくないっすよ。素晴らしい。黙々タイム。誰もいないかな、さすがに。選手はヒートリです。おー、クロバティシングルな。
打率上げていこう。ナイスバッティング。4回までに10点だもんな。その通り。さあ、ゆいちゃんシングル。いやー、ここ打てないか、しょうがない。阪神もガンケル出した理由が、そうね、ガンケルも試合作ってたもんね。わかるわかる。打たれるわけないんだから、お前打つよ。750あるんだから、お前なめんなよ。 C でしょ君たち。速球2回。そのままベースを踏んで3アウト。まあそうね、ここ調整しとってもいいけどね。ゴーケーさん、こんにちは。最近肩こりがひどす。マジか、肩こりつらいよね。調整しようか。失点増えるけど、肩こりがひどい時って整骨院がいいでしょう。俺も 週に1回行ってますよ。俺首がちょっと、首がすぐ悪くなっちゃうんですよね。パソコンよく使うんでね、仕事上。首がすぐ痛くなるんですよ、首から肩にかけてが。整骨院行ったのも一発ですわ。姿勢でしょうな、姿勢。柴犬さん、こんにちは、来てくれてありがとう。高評価5押してくれたし、ありがとう。ここちょっと攻めますね。裏なんでね。相手 C やったっけ。相手 C か。ちょっと怖いけど9点やるわ。下位打線なんで。9点やっとく。はい、カズマお疲れさん。まあ、これ変化球でいこうか。打てない打てない。いけいけいけ。おお、キムタクうまいね。うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。ここドルで使いどころやね。これはすいません、セーフティー行きます。はい、セーフ。何やってんの、なんだそのプレーは。危ないな、トリックプレーするなよ。危ない危ない。待て待てって、ふざけんなよ本当に。危ない、危ないね今の。どういうトリックプレーなん今の。キムタク行こう。待て待てじゃないから。うん、キムタクナイス。クロマティ、さあ行こう。もっと黒くなろう、もっと日焼けしよう。落ちる、OK、逆境まで持ってこい。余裕でしたね、2点差。ワンアウト2塁、ゆいちゃん。これ阿部に頼ろう。ナイス。1年生よく打ってるよ、お利口さん。まだあと7点取れるぞ。さあ若大将、
うセンターか阿部日々頼ろうか。やれ、いやーここアウトに、あーもうエラーいらんわ、もういいエラーは。うん、合計さ整骨院は絶対いいよ。リボはもうシングルで、あーいいね、ギボようやってるわお前。ナイスバッティ、途中レギュラーでようやってる。お前が来た時はどうしようかと思ってたけど、うん、これねカズマちょっと自由に打たせようかな、やっちゃっていいぞ。ナイスバッティング、いいでしょう。裏でよく打ててますね。さあここで打つみ流しです。あら二刀流したいのかな、まさかの打つみのゴーン、いいでしょう。もうあんまり点取れんからね。大瀬良さんやない、これ大瀬良さんいるやん。わ得の全然ないんやね。でもわ吸収いいね。でもカットカーブスプリットね。大瀬良さん2連これで、あと2点しか取れんからね。ここはシングル、ナイス丸ちゃん。ちょっと待って、もうあと2点しか取れんから、あと1点しか取れんから、もうええ、いらんことすなって。いやーキムタクあかんなこれ、お前シングルだぞ。あいいいい、これアウトアウト、もうアウトアウト、うん、オッケーオッケー、アウトでいい。クロマティか、クロマティアウトになりたくないな。打点稼いでおきたい。セーフティーで、もういらんことすなって。さあギリギリまで稼いでいく。ゆいちゃんもこれ代打かな。ゆいちゃん代打だねこれ。あ間違った、間違ったやつ出したな、お祭りの子出してしまった。三振、オッケー。クルーズ一応ショート守れるんだよね、セカンドもいけるのね。こうかな、うん、クルーズ残しとこう。でコールド調整、あークルーズよく取った。ここもちょっと攻めましょうかね、裏なんでね。 OK、 ゆっくりやっていこう、ゆっくり、うん、大事な大事な県大会なんで雑談タイム、まあ、人いないけどね、まあ、コメント欄で遊んでもらえれば。ま、危ねえ、危ない危ない、
ちょっと待ってね、水分が全くなかった、申し訳ない。ちょっと待ってね。よし。やっぱ昼間寂しいな。みんな仕事学校やるもんね。ここも攻めます、攻めます。あと栄冠内のね大会を開きますんで、ツイッターの固定ツイ、YouTube のコミュニティにね、大会ルール等載せますので、興味のある方はぜひ。初参加の方をね優先しますので。ちょうどクリーンアップなんで外そう。いやー、うちの打線やったらいける。もう一点いっとくわ。勝負のもう一点。大瀬良さんは打てないでしょう。大瀬良さんは打てないよね。しかも絶不調。さあランナー出よう。あー、ワンアウトか。オッケー、カズマね、カズマ代打かなこれは、直樹。わ、直樹カード渋いな。送りバントヒット、うまいよ。はい、セーフ。内海打ってほしいけどね。行こうか。ナイスバッティ、いいね、素晴らしい。ジエンゴだね、ジエンゴ、ジエンゴ。ドルチェ5の5。だってロクの6、えい。おやさんさんね、投手が打つと点数入んね。小物使おう。さあ、バルちゃん行こうか。打率上げていこう。どんどん上げていこう。抜けるー。落ちるね、落ちるね。オッケー。もうやりたい放題できてるから嬉しい。いいね、キムタが引っ張るか、久しぶり。ナイスバッティング。ただあと3点しか取れんけんね。クロマティ3投いけんかな、これ。クイック B だもんな。でもいや、走れると思うんだけどね。しきた、セーフ。よし、クロマティ勝ち込むか。14本目、やれ。ナイスバッティー。巨人助最強助っ人外国人クロマティの確定ゴール、マンモスキボティ。ナイスバッティー、2本目。いいね、いいですね、クロマティ。いいよ、MK。 低い体勢から勝ち込む、
いいね、場外かな、グッバイ。ただあと1点しか取れんからね。8番グラッテンで三振しよう。もういらんことせんでいって。はい、ストップストップ。マン、なおもチャンスが続いています。グラッテンすまんな、三振で。まさか大瀬良さんしかおらんとかやな、かわいそうに。はいはい、うん、稼ごうか。あ、クルーズ投げさせてたから、いいか。ここはね、無理はしませんよ。ただ、うだれこれだけ稼いだらいいでしょう。うだれね、これだけ取れれば十分。打順見ながらちょっと抑えようかな。宇都宮がね、打たれるわけないから、ちょっとギリギリのところを攻めたいね。4番はちょっと避けようか。まあ、ここでちょっとアウトカウント取りますか。いやー、うまいよ。あー、いい、全然いい、全然いい、全然いい。大瀬良さん変えられるのかわいそうね、ずっと投げさせられて。うん、こうなるとちょっと同点までやるわ。こうなると同点までやる。ギリギリを攻めていこう。次誰からかな。9番でしょ、出したもん。ギリギリまでやっていこう。宇都宮からか。まあいっか。打てるわけないんだから。よし、出よう。よしよしよし、宇都宮出た。さあ、ドルチェ、これ代打出してもいいな。もう6の6でしょ。もう代打いきます。これロアン、威圧感チャンスを一応残す。セーフティーでいいね。はい、セーフ。もう宇都宮変えよう。ロアも変えとっていい。もう多分この回で終わる。送りバントヒット。いやー、いける。セーフ。もうこの回で終わるね。これダイソー出しまくろ。待って、もうちょっといいか。とりあえずキムタク打とう。犠牲フライにもならないやつ。クロマティ勝ち込んでいい。やれよ。ちょ待って、嘘、危な。貴重な1点じゃないって。誰だ誰だ。
ヘルム。さあ持ち前のファイトが全面に出てきました。転がせ。いやずるすんな。しょうもないな。ずるすんなよ。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。まいやーこれ同点策いこうかしら。原田さんからか。ちょっと微妙っちゃ微妙にね。うん、同点策いきましょう。直江やもんな。でも大丈夫だと思うけど、ドーピングしてるから。めったにない1点差なんでちょっと攻めましょう。2試合で1時間かかるか。しょうがない。まあ、大瀬良さんが良かったな。まあ、しょうがない。まあ、相手大瀬良さんしかおらんからね。まあ、カード渋。直江頼むぞ。危ない危ない危ない。さああとは打つだけ。まあ、勝ち込んでもいいわ。いや原田さんここシングル。オッケー。もう勝ち確ですかね、ほぼ。ギボ君代打行こうか。行かるから。ダイソーで。もう決めていい、決めていいかい。シングル繋ごう。セーフね。グラッテンか。セーフいこう。あ、いいよ、うまい。オッケーオッケーオッケー。直江かい。直江か。いや、待ってでいい。お前で決めたくないわ。一番誰？あー、とりあえずイタシちゃんか。どっちにしろいいわ。出せよ。どっちにしろ打てんか。イタシちゃん、決めれる？これはもう、転がせていこう。よく決めました、イタシちゃん。シロさんさん、やりました。サヨナラヒット、サヨナラ男持ってきてもいいんだよ。まあ、最大限稼げましたね。裏で32安打打ってる。裏で素晴らしい。神ですね。チャンス B ゲット、いいね。県大会でゲットしていく。カズマがパー上がる。原さんはミートが上がってるだけ。ちょっと待ってね。96なってる。これ練習指示。堀内さんは総力でいい。うん、ずっと総力でいい。643マル、うん、大丈夫でしょう。もう大丈夫でしょう。これ堀内さんも大丈夫と思う。キムタクはもう万乗り。ロアンもいい。
原田さんも補給で終わり。全ポジション覚えてるよね。オッケー。宇都宮まだ上がらんか。上がった。イカルガ君、肩でいいか。ドルチェこっからミート、マルちゃんはミートリー、ナオキはシビリー、エルムミートリーね。ギボ君パーディーか。クロマティシビ上がってね、肩上げとこう。セキセキセキミート、シビリー、カズマミート、シビ、クルーズ補給、足でいい、アンシビリ。あ、これもう感染使おうかな、これ。うん、やけなそう、ナイスで的当てでぶち込んで、前評判は C、 また C か、美味しいで。もう主人公なんでね、行こうか。3本打ったしな、1試合目。若大将行きます。お待たせいたしました。表ですね。C ね、やれ、頼む、まだ打てるぞ、わからないでしょ。ナイスバッティング確定、ゴーン沼持つ気持ち、ナイスバッティング。 MK、 MK 素晴らしいね。わからないでしょ、えぐいわ、燃えてる。ああ、変化球をよく打ちました。アウトコースから入る変化球。さあ3点先制。さあ市川ちゃん出る、クイック D、 走りでしょ、ナイスラン。これはシングルやね。ここ打てないか。村上軽快な守備を。うん、1点取られる。あー、タッツさん、これ5回使おう。もう勝ち込んでいい。いやー、2本目の確定ゴール、今度は136m ダウン、ナイスバッティン、マンボス気持ちいい、素晴らしいね。32本目、魔物使った意味よ。スタートか。一応魔物中か。転がせやね。お、5割超えてるやん、ドルチェ、素晴らしい。さっきやっぱ威圧感つかんかったね、しょうがない。さあ走ろう。さあマルティネス勝ち込んでいい。ライン、ドライブ、広角打法、流し打ち発動、やれ。マルちゃん、マルちゃん、マルティネス、その通り、ナイスバッティング、グッバイだ。マルちゃんいいよ。さあギボ君スリーベース、カズマ、ナイスバッティング、カズマいいぞ、転がさないやつね。ただ攻撃は終わっちゃうんで、どうかな。
よしよしよし、うつみが打つ。さあゆいちゃん頑張ろう、シングルでいいよ、シングルでいいんだよ。そう、ナイスバッティ。あと2点取るぞ最悪。あーこれカーブ渋いな。いやーこれもう手やね、セーフティーやね、これはしょうがない、セーフ。キムタク、センター抜ける、オッケー、ナイスバッティング。いや5回でコールド調整できるのでかいね。やろうこのバッティング、まだ打てる、え、いやーよく打ちますね、素晴らしい。ドルチェもつなぐ。さあ隅田、隅田だったっけ、どこだったっけ、西武だったっけ、これ隅田投手西武だったよね確か。マルちゃんシングル、あー終わるかな、アウトか。これはアウトです、スリーアウト。藤波、初球は OK、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはゴービー、いらっしゃい、来てくれてありがとう。うん、無料です、完全無料、もう真面目なんでね、完全無料です。天気ありがとう。そうちょっとね今日午後休になったんで病院に行くんでね、それまで時間があったから配信してます。あ、コービー、うつみ、ちょっと星の関係上本使ったけん、あと特能で、特能を選ぶのがなくてクロスファイヤーがついた玉持ち投資低め使ったんで、もう低めつかないからいい。なんか見れるようになったやろ。バッターはもう内海ってこう斜めからこうクロスファイヤーみたいなストレートかなと思ってね、うん、現役知ってるから俺も、っていうか選ぶのがなかった立ち上がりとか回復とか怪我しにくさとか。表裏表いいね、表最高やね。中留さんこんにちは、久しぶりじゃないかな、来てくれてありがとう。今若大将のね原さんの最後の夏をやってます。低めいってもな、コントロールいってこ、打つなよ。あとタイピンはどうにか試合でゲットしたいね。タイピンはちょっとね本で上げたくないよね。クイックがちょっと重たいね、あとねクイックがちょっと重たい。隅田さんまだ投げてんね、これセーブでしょ確か。さあ若大将ここに来てエンジンかかって30分超えてきた。いやーここ打てないのね、はい、アウト、スリーアウトチェンジ、ノーアウトね、はいはい。
け。もうちょっと速球終わっちゃったんでもう終了、まあ、打たれるわけないんだけど、うん、高評価7押してくれたしありがとう。スタミナはもう全然足りないんだよね。さあキムタク出る、クロマティ、さあクロマティも行こうか。よし、もっと黒々だろうな。やれクロマティ抜ける、抜けない、抜けないのね、抜けないのね。ドルチェシングルでいい。よし OK、走る。さあマルちゃん行こう。ラインドライブ広角打法流し打ち発動、やれマルちゃん。2試合連発マルちゃん。カップ麺確定ゴール、沼を持つ気持ち、ナイスバッティング、逆方向のラインドライバーMK。 いいねワルちゃん、いいよ、ナイスバッティング、それでいい、もっと太っていい、グッバイゴーン、ありがとうゴビ。さあカズマ、あーカズマちょっときついなこれ、代打かな、なおきれ。代打成績8割5分7厘やってます。ここで打てないの、今褒めたのに。で打つ、み打つしかない。だいぶ打率上がってきたな少し。まあまあここはいいでしょう。またコールド調整でしょ。直樹、直樹変えようか、グラッテンで。いや藤波、うーんグラッテンで、この試合でスクリュー上がると思うんだけどね。うん、高評価9押してくれた人ありがとう。この時間は人が少ないですね、やっぱりね。ちょっと有望株が少ないからね、もうやっぱどんどん進めたいのと、あとは男マネばっかり来るからさ。あら男マネばっかり来るからもうさっさ進めたいんですよね。コービー告知ありがとう。そうその通り、第4回栄冠9の大会、栄冠は俺に輝く杯、開催いたします。8月に10名による熱いグループ戦からの決勝トーナメント、最低でも4試合できる成績まで算出する大会でございます。自分の栄冠9で作った選手の成績と活躍が見れれば、それが栄冠は俺に輝く杯。コービー定期助かる、定期助かる。金さんどうも、お仕事お疲れ様、休憩お疲れちゃん。よし、グラッテ似てんな。さあゆいちゃん、あー変えてもいいけどね、これゆいちゃん変えるかも。
ここもバリバリ打とう。ロアン代打の切り札持ってこないね。はいはい、じゃあ君シングルでセーフティーでもいいんだけどね。セーフティー行こうか。これは無セーフ。ナイスラン。さあ分からないでしょ、シングルか。しょうがない、転がさないやつ。ケイ、うん、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。表だからね、やっぱ30点近く取らないとね。キムタク転がそう、シングルでいいよ。三振。何やってんのキムタク。待っていい、15本目いっちゃう。全然打ててないやん。ドルチェアーチス発動。もう7本目打とう。少ないわホームランが。まあ落ちる、オッケー、落ちるならいいでしょう。うん、金さんさっき3本打った1試合で、確定2本。さあマルちゃん、さあ行こうか。ラインドライブ広角打法、流し打ち発動。やれマルちゃん、まあまあいいでしょう。ナイスバッティ、ナイスバッティ、ナイスバッティ、ナイスバッティ。さあギボ君、ギボ君よくやってるわ。シングル、シングルな。もうシングルって言ってるでしょうが、もうしょうがない。そうドルチェね、打率が爆上がりしてる。さっきね6の6やったけん。これでワンアウト、ランナーはありません。いや落ちるやつやな、これ決めたくないですカバー。これでツーアウト、ランナーありません。もうさコールド性なくしてよくないねえ。そしたらこういった作業も必要なくなるよね。もうコールドなくしていいよね。いかんない、指示回数が多いほど経験値入るんだから、もうコールド制やめてほしいよね。もうね、だこの作業もいらなくなる。だ円滑に進むよね、円滑に。順風満帆、円滑に進むよね。もうだっていらなくない。あ、そうか、高校野球選手ってなんかそうか、そうか。いやでもゲームやけん良くないか、ゲームやから。よし、内海よく出た。いやここでセーフティー行くか、うん、絶対セーフやもん。絶対セーフなら走ろう。イタチ、さあ若大将狙うわ。ホームラン行きます。ミートか強振かは自分で選んで打てばいい。2試合連続3本行こうか。どう？いや行かないんかい。これでツーアウト。キムタク、キムタク最近打ってないんだよね。代打行こうかな。もういや代打行こう、代打行く。代打はさあ持ち前のファイトが前面に出てきました。
シングルでいいぞヒルム。もう代打出した意味よ。もうなんか全然やったね。まあいいわ、イタッチは守らせよう。セカンドいけるやろ。で、宇都宮一人一冊、ここ一人一冊。表やけどあんまり打てんかったね。じゃんね。藤波初登板でいきなりツーラン打たれたわ。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。ゆいちゃん、リアともにええかな、やったことあるっぽいけど、普通に3連覇ぐらいしたら飽きるってよ。マジで。それ多分あれだよ、栄冠内だけでやるけんよ。完成まで考えてないからだよ絶対。さあラッキーボーイの本領を発揮する。俺周りにいません、やってる人いません。お疲れさん、高評価10押してくれたし、ありがとう。シロさん、なんだそのマークは、わかんないな。28安打か。ヒットはぼちぼち出てんね。スクリューが上がりましたね、狙い通り。いいでしょう、特の何もつかぬか。いいんじゃない。あー、ここバントで突っ込むね。感染使ったところなんで、このまま突っ込みます。意外性がね、いかないんですよ。意外性がやばいんですよね。テレビ局コントいかんぞ 100%。 藤波のあれだけ赤とかあって言ってないからやばい。いやー、マルちゃん行くか。ボービー裏ついてないからね。ドルチェもついてないんだけど、マルちゃん行くか。うちはマスターに電話まで早い。異常やね、80年もしたら。異常。イゴカマルちゃん。異常やね。よくそんなんできるね。信じられんわ。80年もしたらもう、キチガイだよ、キチガイ。外出歩けないわ、恥ずかしくて。80年もしたらお前全裸で公園、ま、走り回ってるのと一緒やわ。怖い怖い怖いね。ガチ勢は怖いね、シロさんさん。怖い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 。俺よかった、エンジョイで。いや昼間やけんいいでしょ、逆にクイックいいか。あー走れんなこれ。あ、まるちゃんそういうことね、ホームラン打つってことね。私もパワープロ初見だったのに70年近く適当に。70年もやってんの。俺よかった、20年ぐらいで。たった20年しかしてないもん。やってないのと一緒やな俺は。よかったよかった、エンジョイ勢で。怖い怖い、ガチ勢は。さあカズマ打ってんね、お前頑張れよ。1年神主だそう、打法バッサやったけ変えたわ、神主に。なお、落ちる、いいね。あ、お前ら仲間、うん、慰め合って、そこら二人で。俺には分からない境地やから。うん、怖い怖い。ハムスケさん、こんにちは。初見さんいらっしゃい。来てくれてありがとう。チャンネル登録もありがとう。松と申します。栄冠9のね、生配信をだいたい毎日やってますんで。うん、内海が打つ。GN5。
いいですね。初見さん来てくれたよ。さあゆいちゃん、まあ、シングルでいい。ここは頑張れ、1年頑張れよ。ここ1本、いやーここ打てないの。ゲッツーはやめて、危ない。これマルティネスのために走るわ。牽制すなって。ナイスラン、ゆいちゃん。オッケー、2で走る。さあマルティネスシングルでいい、お前はやれよ。そうで、マルちゃんいいよ。アムスケさん、そうです、大の巨人ファンです。これの前はね、広島カープ世代をやってたんですけど、ハムスケさんは栄冠ナインやってるんですかね。こういうスカウトしてくれた、私の栄冠ナインのスカウトは全部見てくださってる方に言ってもらうんですけど、それが1年からレギュラーやったら、名前と顔を決めてね、私が3年間一生懸命育成するっていうのをやってますんで、これも全部盆栽ですね。今はね、この義母君と原辰徳さんと現代プレーなんで、藤波慎太郎がいます今。後のやつは全部見てくださってる方が顔と名前を決めてくれてます。さあキムタク、マルちゃん走ろうか、とりあえず。金さん仕事頑張って。これはシングルでいい。キムタクは転がさないやつ、ナイスバッティ。そう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 、裏だから打たないとな。うちの武君だもんね、4回までに10点。クロマティシングルね。ハボスケさんもやってるんだ、いいっすね。うわー、ここ打てないか。おっと、ラッキーなエラー、なんか知らんけど、いらっしゃ。魔物あるか、使ってもいいな。ツーアウトやけど使っていいな、これ。うん、使おう、これツーアウトやけど。ドルチェ、アーチェストが泣いてる。抜ける、ナイスバッティ、いいでしょう。魔物スイッチオン、魔物スイッチ。さあタッツさん、3試合連続いこうか。量産体制入ってるもんな。やれ、ダーツノリー。さすが若大将、3試合連発確定ゴール。マンモス決まって、ナイスバッティン。 MKMK、 うん、武君通り4回まで10点、素晴らしい。若大将量産体制入ってんね、ナイスバッティン、素晴らしいわ。あっゴーン、いや、いいね、いいですね、打ててます。三振ね、はいはい、十分十分いいよ。あげますか、いいの。イタちゃん、イキーの速球ちょっとやってきました。ちょっと球速経験値足りないもんな。うつみしっかりな、はいはい。おい、まるちゃん、ご愛嬌ね、いいでしょう。うん、うつみ弾く、まあ、いいでしょう。はい、コールド調整タイム、雑談タイム。まあここどれくらいやりますかね。裏なんでね、攻めないといけませんね、ここはね。相手は一応 C、 強めの C やね、強めの C。
ここはちょっと長くなりますせ。みんな来てくれてる人は今日お休みなの？ここは低音をかなりやります。あ、交尾昼休憩か。あ、確かに遅めやね。このピヨピヨ鬱陶しいね。うん、お昼ご飯食べた。今日はちゃんと食べました。ここは攻めます。まあ、12点でやめとこうか。さすがにクリーンアップなんで怖い。ちょっと、まあ、打つ目やけん打たれることはないと思うけど。食べれたわ一応、うん、一人で食べれた。そう、偉いって言われて助かるわ。助かる。まるちゃん、ラッキーボーイ使う。まるちゃん勝ち込んでいい。広角流し打ち、ラインドライブ発動。行こうか。まるちゃん落ちる？落ちる。4の4。まるちゃん選んでよかったわ。打率爆上がり、5割5分キープ。これでキムタク引っ張りいくわ。プルヒッター、インコースヒッター、ラインドライブ発動。キムタクいいね。ラインドライブの打球、逆境まで持ってこい。さあクロマティ勝ち込めて。もっと黒くなれ、日焼けしろよ。やれ。いや、まあまあいいでしょう。タイムリーね、いいでしょう。まだまだ、もっともっともっと。間違った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 。ドルチェシングルで、あ、当たり前。オッケー。いやー、つながりますな。素晴らしい。さあタッチャン、ああ1本打ったね、ホームラン使う。いやー、転がすしか無理やな、これは。しょうがない。三振。ここで義母くんシングルね。4割切るなよ義母。犠牲フライね、まあいいでしょう。ちょっともうちょっとヒット打ってほしいけどね。さあ、岡和真シングル打てる、うん、いいでしょう。素晴らしい1年生和真、いいぞ。ワンアウト一三塁。これでもコールド調整してもいいけど、6回裏か。まだスクイーズ、そういうことするんだね、スクイーズだって。
3点差に迫って偉い。カット打ち君。オッケー。アウト。ナイスユイちゃんよく出た。もう入江君しかおらんじゃないこれ。走ろう、ね、さあマルティネス行こう。勝ち込んでいいぞ。軽く行け。15本目マルちゃん。まあまあナイスバッティ。マルちゃんいいね。5の5やない。この子あーコビ分かる。それ特にエンドランがムカつくわ俺。ああいいね。決めたく。ただちょっとあんまり点取れんからね。もうね6回でしょ。あと5点だね。あと5点。このバッティシングルね。ナイスバッティ。軽く打つねみんな。守るなんか何も使ってないのにね。ポン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 打つ。そうそうそう。内野ぐるぐる。内野ぐるぐるが一番頭くるよね。犠牲フライ。ちょっと待って、あと1点取らんとまずいから。あー分からないでしょ。勝ち込もうな。勝ち込んでいい。2本目のツーラン行こうか。グータッチ。あーまあタイムリーね。いいでしょう。よしとりあえず7点差つけれたんでいいでしょう。うんうん、最低限です。最低限。さあギボー、まあ、打ってないぞ最近。いやこれセーフやない。セーフ。カズマ打たせる。1年抜ける。お前よう打ってるわカズマ。ちょっと待てよ、あと1点しか取れんな。ちょっと待て、あと1点しか取れん。これあかん。盗塁するわ。アウトになる。できるんかい盗塁。ちょっと待って、スクイズ失敗。うん、成功するんかい。ちょっと待って、まあ、ゆいちゃんアウトになりたくないねこれ。代打すまん藤波。こういう使い方してすまんな。チームのためやから。お前は赤徳が全部聞いてから話は。OK。どうしようかな。あー、この辺出せばいいか。落ち着いて。はい、これでワンアウト。ランナーありません。藤波偉いね。藤波偉い。いやそれにしても蒸し暑いな今日も。俺も配信の時はほら体温が上がるんで。カズマ投げさせたっけ。あ、投げさしてた。ここも攻めよう。23点いこう。攻めないとね。最後のコルト調整でしょこれ。でもコービーも1時間ぐらいじゃない休憩。大丈夫。
マスさん、給食で好きだったメニューとか覚えてる？覚えてる覚えてる。俺あれが好きだった。肉じゃがとはやっぱベタやけどカレーが好きやったね。肉じゃがカレー、あと何があったっけ。あんまり覚えてないけど肉じゃががすごい好きやったの覚えてる。高評価11位押してくれたし、ありがとう。今の学校はさあ、カレーうどんとか美味しかったね。さあ昔はさ水筒とか持っていく、学校に持っていけるあんかったよね、水筒とか。給食ってなんで牛乳で食べるんかね。ねふと思ったんやけど。あ、ミーティアさん、こんにちは、久しぶり。こんな時間から仕事か、大変だな。あ、まあ成長のためは分かるんだけどね。さあ、まるちゃん行ってみるか。5でも、あー、ここ打てないか、まるちゃん。どっちの料理賞の真似で選択できるし、あったっけそんなの。ないないない、そんなのはなかったわ俺。それいいね、それいいシステムね。牛乳嫌いいたね。これドルチェカール渋。ジル出せよ。オッケー、自由に打たした俺の勝ち。そんなのなかったわ。あー、見てくめっちゃ真面目やね。なるほどね。タッサン待とうか。これはいれるのどうなの君は。タッサン悩んだね。オッケー、よくへすらしたわ。さあ遊ぼう遊ぼう。あ、代打これ直樹行くわ。代打成績7割5分。ナイスバッティング。そう直樹黙々タイム、誰も数勝おらんかもやけど。さあカズマ、お前も代打、今日は代打。まあこの回で終わりたくないねまだね。まあヘルム君ぐらい言っときますか。ミート型シングルでいいぞ。もうこう全然打てんな君は。まあいいけどいいけど。コービー仕事頑張ってありがとう。わざわざ仕事休憩中まで。次もね、基礎捨てと総編いい感じなんだよね。あれどの方向を覚えさせようかなと思ってね。カーブ自主にしようかな。ちょ、最後の球種は悩んでます今。
あ、マルちゃん、なんだこのカードは。セーフティー行くか、ここは。しょうがない。セーフ。キムタクカード渋。クルーズ出して、この回で終わってもいいわ。ロアン行こう。切り札登場。 OK。 シングル、シングル、そう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 。この回で終わってもいいね、これは。クロマティグラッテ出しとくか。ジル打たせよ。落とすんかい。うわー、カード渋。クロマティ走れるかしら。走れそうね、走ろう。OK。 ドルチェ行けて、アーチストが泣いてる。勝ち込め。ナイスバッティー、その通り。これでいい。ドルチェの確定ゴーン、ヌマンボスキボティ MK。 ナイスバッティング、ドルチェ。いいね。ホールドしたくないんでね。でもここで終わろうか。ナイスバッティング、いいね。やっとアーチスト発動ゴーン。あー、タッツさんこれ勝ち込むから、シングルで。エゴシ君じゃない、あれ、阪神のエゴシ君だよね。ですよね。直樹か、まあ、走るんだけど。あー、もういらんことすなって。もう、もういらんことされたわ。しょうがない。まあまあいいでしょう。畳打ちゲットいいね。いいんじゃない。信頼度数もマックス上がってる。いいですね。カードが渋いな、これ。おい、テレビ局チャンスめっちゃあるな。雨使おう。7月28日、誰が書いてくれると助かります。経験値ないです。テレビ局チャンス結構ある。いや、そんなにないか。16、17、18、19、20、2マスか。よし、行こう。スクワットいらない。決勝は B ね。はいはい。宇都宮ね。みーちやさん、ありがとう。7月28日、助かる助かる助かる。お待たせいたしました。ワンアウトランナー一塁という場面で、さあ、宇都宮盆栽頑張るぞ。イカルガ使って、まあ一応グラッテン使おうか。速球経験値が足りないんで。
OK、 1個でいい。 OK、 156でしょ、まだ全然足りないもんね。打てない打てない、君たちにはあのレベルが違うんだから。こっちは B でしょ。もうカット打ちかな君は。点入らねえ。よし、速球3回完了。いい。あ、お仕事いってらっしゃい。ツーアウト、カズマシングル、打てないか。3安打しか打ってないやん。は？ちょ、もう5回終わってるやん。何これ、速球完了、ワンアウトね。ギボ君打てる、君シングルでいいぞ、頑張れよ。カード変わる、うわカード渋、なんだこれ。センター行こう、待って、こ代打行くわ。もうってくる。OK、 采配的中。さあこっから爆発すんぞ、話にならんからね。もっともっと打たないと。カズマももう代打らしいな、これ誰行くかやな。イカルガ君行こうか。よし、オッケー、シングルね。シングル。オッケー。采配ズバリ。いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。内海は打たさなあかん。ダイソー出そう。打てるぞ、シングルなら。待とうか、内海。もう一球待とう。入るのね。あー、打てないか。あ、ラッキー、ラッキー、ラッキー。つなげ。よし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 。ツーアウト、一、二塁。センターで。キムタク確定ゴーン、沼持つ気持ちいい、ナイスバッティング、素晴らしい。キムタクまだ打つ、あーもう相手やる気ないです。うん、もううちには勝てません。流そう。ああ終わるか、分からんでしょう。終わったか、まあいいでしょう。ここは稼ごう稼ごう。一応タイピンあげたいからね、ちょっとここ2人出そうか。
相手一応 B なんでね。ゲッツいける？何やってんの？何やってんのかな、もうゲッツでいいよ、もうヒット打つなよ。ゲッツホーム、はいはい、OK。ガッツポーズしてる場合かマジで。クイック B、 あ無理やね、走るのはダイソーらそうかな。ヘルムで走れると思うんだけどな。代打行こう、直樹。ナイス。流しで直樹つなげよ。あー打てんか。うまいねセカンド。宇都宮帰れない。頑張って打て。無理か。ゆいちゃん打ってる4タコ。これはセンターに頼ろう。いやーゆいちゃん確定ゴーヌマン持つ気持ちいい。1年生ゆいちゃん初確定ゴーヌですね。ナイスバッティング。誰かがホームラン打ったね今。ちょっと待ってね、直樹がセカンド。ここやね。あ、ちょっと待ってね。あーもう投げてたか、いいわ。よし、宇都宮しっかりな。はい、いいよゲッツ。はい、しっかりね宇都宮。タイピンあげような。よし、和樹さんこんにちは、来てくれてありがとう。コメントが今日はね昼間なんで少ないから一人寂しくやってました。クロマティ行こう。お前まだ投げてんの。流しじゃないやな、るエラーヒットね。オッケー、ガッツさんは転がすやな。これはシングルでいいよ。そうナイスバッティン。誰もいませんが黙々タイムといこう。ヘルム打たせよ。見てやな、シングルで頑張れよ。シングルでいい。あー打てないな君は。さあ代打成績7割、直樹これは待とうか。もう一球待とう。 OK、 もう内海変えよう。ナイスラン。
さあ白さん行くよ。転がせ。三振かしょうがない。流して。ああいいねゆいちゃん。よく打ちました。さあ丸ちゃん使う。おエイカンいらっしゃい。おウェブティース終わった。うんお疲れさん。いや丸ちゃん走ろう。オッケー。今日の夕方にグループ LINE の方に俺の検証結果を送っとくわ。びっくりするぞ。よし抜ける。さあクロマティ今日打ってない。さあ15本目打っとこう。選球眼チャンスやんかお前やれよ。いや正面か。まあいいでしょう。まあぼちぼちですかね。藤浪行こう。ゆいちゃんインガは寝て待てってことで寝ずにエンジョイエンジョイラインね。エンジョイライン大事。藤波慎太郎が来たわ。あ、栄冠ちょっとね、あの2年生から世界大会行かす兼ね合いで本全部使ったから盗塁を上げて、送球を E から C に上げた。もう裏もついてるからもう全部本使いました。内海と2年生は内海とクロマティ行かせる予定。3年は原辰徳さんのみね。初球を打ったセカンド左の試合終了です。優勝決めました。よし通過点。そうそうそうそれにしました。なんか得の子何にも来ないね。はい信頼度は上がってる。 OK。 いやーここはねテレビ局絶対にいるんで何とね赤とこまみれの藤波さんがいて意外性がいってないのでかなりまずい状況なんですよね。セーブ。7月28雨。ここはもう絶対テレビ局がいるんでテレビ局コントもう意外性いかない確定。新入生がね得の持ってない子が3人ぐらい2人来たからねちょっと厳しいよね。めちゃくちゃうわこれがあるんか。俺が絡むんか。これ買っとくから履歴書。ユーフォカード一番使う。やっと40連勝だって。アロマ1個でいい。はい。だからね的当てを取っときたいね。
もうこのおっさん本当にいらんよな。わ、ローラいらん、ローラいらんね。あーでも飛ばしたくない、発生したわ。あー履歴書噛んどきゃよかった。はい、うん、時間からしない。ラットマシンは持っとこう。もう頼む、もうここ一発で来て、ローラ頼む。合宿後もあるやん。まあスクワットいらんけど握力もいらんよな。グラッテン知らないわ君は。あーものそうね、ペコパ。ここテレビ局絶対いるんだよね。ここテレビ局こんかったらちょっときついね。試合数少ないところからか。グラッテン知らんの、栄冠。巨人の助っ人外国人で。あーまた買わないかなか。もう履歴書買わんとこやっぱり。もらえる可能性があるからね。あと何買ったっけ。まあちょっと本見ますか。 OK セーブ。いやここはちょっとテレビ局頼むわ。ここはちょっと頼む。赤徳も消してくれれば。万能ナイス。藤波のシュート回転でね、ナイスナイス。振り行こう。はい、うん、上がらない。俺もセーブしたよね、うん、頼む。あー違う。アロマ、はい、うん、好調定期。ペコパペコパ、ちょっと待って、もう合宿前に来て。頼む頼む頼む、ここ頼む頼む。もう絶対必須条件ここは。呼び込んで呼び込んで、みんな、ここはもう必須条件だから。絶対いる、ここは。ここ絶対いるから頼む。リセットに来てください。合宿前に来て。赤族消えたらやろうかな。効率下げバカだね。ちょっと待って、変化球研究持ってきたか。セーブしたよね俺ね。はい、来ないな。
請求とかいらんけどもホームシェフでいいでしょ。頼む、うん、カズマ頼むって。ペコパペコパ、頼む頼む。これ赤と消せよ、もあんの頼むぞ。赤と消してくれよ。もうお前チャンス消したな一個。もう何やってんだいかんお前は。ひとまず消えたわ。飛ばすべきやったね今俺。バカやな、黄色マスのこと考えてなかった。もう、うわこれどうしようかな。ベ変化球ない組あればいいわ。もういらない、バントとか。苦しい。頼む、もう懇親会じゃないって、今じゃないって。いやええか、俺飛ばすべきやったね今ね。やらかしたわ。飛ばすべきやったな今。スカウト、もうスカウトくれよ。あー高悪戦ね。ちょっと待って、呼吸を使っておこう。やばいな、ここコント結構きついんだよね。シロさんまだ見てくれてたんだ、ありがとう。頼む、はい。もう素振りばっかくんな。そしてわ、変更はしたくない。ダンベリーだな。頼む、クロマティプロ野球チップス食うなお前。あー苦しい。ちょっと待って、ここちょっと来ないとね。意外性いかないって、絶対に絶対にいかない。何個足りないか知らないけど、藤波の赤徳がだって6個もあるから、あれが消えると思ったらさ。時間上がり、もうしないか。何にも起きないな、何にも。あと 2,3 回しかできない。うん、意外とねクロマティの盗塁 A も狙ってるんだよね、テレビ局。わかるよね、A か。経験値ナイス。これちょっともう来てほしい、経験値来たから。頼む頼む、経験値。もうあと2回しかできん。あー苦しい。くそー。
真面目な姿勢は今じゃない。もうもう真面目引くな。もうたったこの1ヶ月でもう2回も引いたわ。お願いします。コナミさん、昼間から福岡で40代のおっさんがお願いしてるんだから頼むわ。はい。うーん、誰今の。ラストチャンスですね。一応合宿後にあるけども、頼む頼む、ミラクル起きて。あー、効率上がる。残念、セーブ。合宿後に期待しよう。いやー苦しいなー。これ投資でやっていく、投資でどうしたらいいんだろう。合宿後の時いつも悩むんだよね。なんだかんだ俺26年目に入ってんね。座禅で行くわ。クロマティ来てる。チャンスあげてもいいけどね。ローボ持ってきても、ハイボ持ってるもんね。走る、走ろっかね。アウトコースヒッター対変化球欲しいね。でも対ストレートついてたでしょ確か。うん、いやこれ走ろうか、これは走ろうか。これ行く？走るよ、OK。ブーブーね、はいはい。特訓マスもあるね、これ。これ投資でやっていい？ちょっと一旦。ディアスにつく。内海来てる。ナチュラルシュートマスラ持ってなかったっけ。シュート覚えてないね。なるほど、ナチュラルシュートありやね。ナチュラルシュートつく。ドルチェがいる。イカルガレ2個つく。タッツァン来た。うわあ！いやこれ結構ついたよね今。内海ナチュラルシュートついたし、いやこれ A かな？これ A は特訓マスあるし、これちょっと A は。よう来た！庭ギャル記者。いきます。ヘスラ、分かった分かった分かりました。ベンチです。分かった、ベンチ。ゆいちゃんレギュラーいいでしょう。まるちゃんプレッシャーランいいでしょう。直樹ベンチ、イカルガベンチ、ヘルムベンチ、メヒアベンチ、グラッテンベンチ。もう何これ、めちゃくちゃついたけども、意外性いきましたね。
なんかこの辺が強くなったよな、イカルガとか。なんかお前直のお化けになってんな。まあ内海がナチュラルシュートついたんで、もうこれ良しとします。どう思います？いいでしょう、これは良しとします。まあ、一応ユイちゃんも内野安打ついたし、レギュラーにほぼついてないけど、マルちゃん、マルちゃんとユイちゃんぐらい。あー、カズマもヘスラついたのね。うん、もうこれは A ですわ。うん、え、うん、これはいいね。いや、もうこれはいいです。来ただけラッキー。わあ、体力減ってんな。コルニエルとかもどうでもいいっちゃけど、スタミナでいいわ。うん、木村拓哉も万能でいい。ロアも万能で、あーもうタツさんも万能で、球速経験値が足りんな。ドルチェックはアフリカに硬いとこ。マルちゃんもこれ足いっとこかな。ナオキもいい感じやね。ナオキでもレギュラーも夏いいから見といっとこう。ヘルムは足で、ギボくん守備いっとこうか。クロマティア肩で、あ、クロマティア足いこう。また引く、こんなところで。ドルチェ&ガッパーナーの真面目、真面目を引く。あー、もうどこでもいい。もう今日はね、ちょっと一旦ここで終わりたいと思います。こんな昼間にね、13名の方来ていただいてありがとうございます。今回はね、ちょっとあまりに金徳が来ないんで、ちょっと金徳ね、1個だけゲットしようと思います。ここで一旦ここで終わります。何の金徳が来ても一発で終わりたいと思います。ということで一旦ここで終わりたいと思います。若大将がね、結構頑張って打ったんで、あー、夏子の成績ないな。27本から始まったんで6本打ちましたね、夏の県大会で。打点もなんだかんだ120いってるから結構いい成績ですよね。頑張ってると思います。はい、で世界大会は若大将とピッチャーの内海と、クロマティが行く予定ですね。2年生が2人行きます。はい、調整してます、全て。はい、キムタクはちょっと行けないんだけどね。ということで一旦ここで終わって、ちょっとね、今回ちょっと金徳本をね、1個だけゲットさせてください。皆さんよろしいでしょうか。何の本が来てもそこでやめます。なので一旦今日はね、ここで、いつもは金徳チャンスで終わるんですけど、なかなか来ないんでね、ここはちょっと1冊だけゲットしようと思います。皆さんよろしいでしょうか。ここで一旦ね、終わりたいと思います。はい、よろしいでしょうか。シロさん、イタッチャン内野安打ついたからね。うん、はい、
ということで一旦ここでクロマティ強いやろ694。はい、まああと1年生はこのゆいちゃんとカズマやね、うん、頑張ってくれると思うんでここで終わりたいと思います。ではまた夜の生配信でお会いしましょう。私も病院行ってきます。またね、バイバイキーン。いやー、まあなんとかテレビ局ゲットしたんでね、まあ主力にちょっと合宿ではつきませんでしたが、まあ唯一宇都宮にナチュラルシュートがついたんでよしとしましょう。うん、意外性の担保になったからね、意外性がいってなかったんでちょうど良かったと思います。皆さん昼間からありがとうございました。バイバイキーン。